トの小部屋ようこそもうねい<や>今週から見た人、はい、こいつ何やってんだって、ね、<laughs> これはもう毎週見てもらわないとつながりはねねがね出ないんですけども、はい、まあ前回はね、はい、あの中学校の部活動っていうところで話が終わりましたけどもでも中学校から、はい、ゴルフもまたワンランクずつ上がってくるじゃないですか、はい。はい ただどうですか中学校の時の成績は良かったですかゴルフの中学生の頃から、うん、でも成績上がっていきましたねゴルフのはいなんかこう私山口県の出身なので、うん、中国大会っていうのになるんですけど中国大会で優勝したりとかもしてたんで、うん、ち,ょちょっとずつ上がってましたねはいでもどうですかゴルフのこう最初からこう子供とからやっていくわけじゃないですかはいってなった時に何からこう始めるのがはい。 一番上達の近道になってくるんですか。まあ、大人の人もそうですけど、これをまずちゃんとやった方がいいよっていうか、あるんですか。クラブとかも含めて、そう言うと結構難しいですけど、やっぱでも素振りは。どのレベルのゴルフはもう大事なので、うん、素振りをまずすることですね。うんうん、あとは、その。まあ、ゴルフに限らず、皆さん、あの体が違うじゃないですか。うんうん、構造も違うし、筋肉のつけ方も違うから。うん、こう、これが正解っていうものもないですし、その人それぞれの理論が。 あっていいと思うんですけど、うん、でも基本となるものってあるじゃないですか。うん、だから最初はそういうのをきっちりやってでなおかつ素振りをやってればきっとすぐ上手くなると思います。クラブとか何で素振りするのが一番いいですか。ドライバーとか一番重いウェッジとかまああるんですけど、はい、まあ七番アイアンが一番真ん中なのでうん、うん、こう素振りをずっと続けていく分にはいいと思います。うん、まあでも確かに野球とかもそうですけど、はい、結局素振りが一番大事じゃないですか。はいはい、で自分の思い通り振れるしね。はい そうなんですよゴルフまあ素振りしないねしないですね見たことないもんねその素振りばっかり練習してるアマチが全然変わります、ね、筋肉もつきますしね、うん、その素振りするだけでじゃああれだあの飛ばない飛ばない言ってる人は、はい、まあもちろんトレーニングするのが一番だけど、はい、毎日真剣に素振りを50でも100でもしてたら、はい、あもう全然変わると思います <laughs> 俺素振りの楽しみ方がわかるんだよねえー 野球はね、はい、そうなんですかあの目をつぶったらイメージできるから、はいはい、俺はもう言ってんのが素振りする時に目をつぶって球場も相手のピッチャーもお客さんもチームメイトも相手も全員絵として見えるようになってボールが飛んできたイメージができれば完璧っていう。お<ー>全部で今の振りああ今ちょっと詰まったなとか。はい あ今ちょっと振り遅れたなみたいなあ今のヒットやなホームランやなって素振りしてたのずっとゴルルもそうやってやればいいやんねでもその感覚まで俺分かんないんだよねいやああ引っかけ引っかけだみたいなそれが分かるようになってこれまで素振りしていくとこうなんかスイングも形作れるようになるし飛ぶようになるしねそれ大事だね 結構降り続けないといけないですね。うん、そう。だから毎日家でね、二十でも三十でも四十でも降、はい、っていくことが大事だね。大事ですね。はい。ということで最後に一言です。えー、中学生時代の話ほぼ聞きませんでした、ね。<laughs> <laughs>